スコの知らない世界。時刻は4時を回りました。ここからはアツコの知らない世界をお届けします。今日の雷よ、はあ、すごかったですね。すごかったよな。昼あれ聞こえた、なんか聞こえた。うちの近くよ、落ちたの。うん、うちのやっぱり宜野湾でしたか、あれ。うちの、はい、あのプール、あ、うちの、センターのすぐ近くにマンションがあるんだけど、うん、うちのプールで泳いでたお客さんが行ったには、うん、いう話では、うん、その前のマンションがあるけど、マンションの飛来心のところに落ちたって言ってた。はい、うん、一応ピカッドンでしたね。もう一瞬だって、一瞬パッてラジオかけて、ラジオもジャッてのとドンって一緒で、うん、おーすげえと思って外出たらみんなザワザワザワって、はい、そうすごい。プールにね、あん30名ぐらいいたのよ。あ、みんなザワ、ね、あの大雨の中、うん、プールだから別にいいんだけど、うん、大雨の中あれでも危ないな、うんうん、あれ近くの人たらプールにいたら感電しそうかな、ね、そうですね、危ない。で、今日今2人ゲスト、はい、はい、画面にはすでに映っているんですけど、はい、2人ね、はい、コンベンションシティ会、正式名称なんだっけ。 LPO 法人沖縄コンベンションシティ会と申します。はい、よろしくお願いします。そういうこと、はい、コンベンションセンターがあるじゃん、あの、はい、うん、コンベンションシティというエリアで、はい、まあ、その簡単に言えば通り会みたいな、うん、ここの通り会みたいなもの。そうそう、通り会みたいな時 NPO 法人ってなんか固い名前がついてる、はい、固いの組織、固い、いや固いことはないですね。なんか NPO 法人ってなんかね、ギスギスしてるような。そうですね、ちょっと NPO 英語が入ってるんで、特定非営利活動法人、特定非営利、余計なんか硬いな。でしょ。が今度、はい、今度久しぶり、5年ぶり5年ぶり5年ぶりに宜野湾ハーリーをやるんです。お、はいはい、その PR で、はい、PR で、はい、やってきました。はい、で、よろしくお願いします。こちらが僕の隣にいるのが理事長の内藤綾子、はい、はい、内藤さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、光は副理事長の中田光君、はい、ですね。よろしくお願いします、はい、お願いします。商工会青年部、現役青年部、現役です。今いくつ？38、はい、まだまだだな。あと、そうですね、6年、あと6年、すごいよ。今商工会は、僕らの時は、はい、僕らとか内藤の時は40までだったのかな。はい、40までだったの、うん、内藤40、45になってからチャンスあった？復帰のなかった？いや、ありました、ありました。だけど復帰しなかった？しなかった。嫌で、もう二度と戻ってやるかみたいな。まあそんな感じ。そんな感じかい。そう一人だけトミーってやつが戻ったんだよね。そうです、ね、はい、あれ現役からしたらどうか、ん、現役からしたらどんなか、一回卒業した人が、先輩が戻ってくるって嫌違うか。ああ、そうだよね。なあ、そう嫌だろ。嫌だったら嫌ってトミーに言えばよかったのに。そうですね、あれ2回も卒業したんだろ。はい、手紙まで読んで卒業したのに、なあ、1年したら戻ってきて、ね、やり残したことはないって言ってたんですけど、うん、戻ってきたんで、ちょっと何で戻るかな、何やり残したのかな。あの期間っておかしいんだよ。商工会って無青年部って40で卒業するっていう決まりがあって、うん、はい、それが突然45までになったわけ、はい、伸びたんですね。伸びたわけよ、うん、そしたら40になって卒業した人で、まだ45に満たない人は復帰できるっていうチャンスがあったわけよ。あれ、チャンスなければよかったのね、与えなければよかったのね。そしたら1回卒業したのにまた戻ってくるわけ、うん、なんか辞めていった上司がまた入ってくるみたいな感じだな。ちょっとなんか その言い方だとちょっと複雑ですね。辞めていった上司がまたバイトで戻ってくるみたいな。バイトで戻ってくるんだったらいいじゃないですか。そうだよな、バイトだったらいいよな。トミー考えた？この辺。いや、考えてはないと思うんですけど、全国大会があったので戻ってきたかったのは多分。全国大会、はい、やり残したのはみんなとの旅行だったみたい。あ、それね。そうなんだね。あ、それで戻って、そしたらかみさんにもみんなで旅行行くんじゃなくて、青年部活動の一環で行くんだよ、旅行に行くんだよっていうふうに。神さんにも言いやすいからな。
それはあるかもしれないですね。絶対そうだよ。2人きりで福島にも行きましたので。2人きりでって君と、はい、私と 何しに富原さんと何しに全国大会のちょっとした話を聞くのに、うん、富原雅人さんと、うん、あの11月ぐらいに下流試合を来て福島の方に行って、うん、全国大会の話を聞きに、はい、極寒の中これも一応は、公務として。そうですね、公務として。いや11月違うですね、ちょっと寒かったんですよね、うん、あそこ福島の人。いや寒いよ11月は、うん、11月ちなみに内藤千葉だよな、はあ、千葉なんですよ。おお、はい、はい、ちょっと30年くらい沖縄にいるのでもう あまり知らない町になってますけど千葉が沖縄の方が長くなってるんですね、はあはあはあ、今ちょうど千葉ロッテマーリンズとベイスターズが高かったんですよ、うん、すね、はい、昨日なんか13対3で勝ってるからな。あ、すごい、うん、結構な点差をつけて。かけっこもしてましたよね。そうそうそう、いつもディアーナがね、ディアーナと、ディアーナが可愛いんですよディアーナ早いっすね、はい、早いんだよ、まあ内藤は千葉からもう30年、うん、30あれ32、3年ぐらい、32、3年になる沖縄に来て、はい、ということは11か2ぐらいの時に来たと。そういうことでもいいかなって。で小さい時から見習うなよ見習わない方がいい、うん、そうですかこれはもう一人で生きていくっていう決心してるから、はい、意外と楽しいけど見習いとはちょっと言いづらい。あ、言いづらい。あ、じゃあもう決めたんですか。 猫飼ってるからな。決めたわけではない。もう猫飼ってるからもう猫の。あれラジオって公共放送じゃないの？なんで？なんかすごいさっきから気になりますけど。こんなもんだよな。ね、そう この番組は結構居酒屋の話みたいな。ね、猫。はい、猫。猫、何代目この猫？今。2代目です、ね。名前は？フグ。フグ。可愛いよ。このフグは何？アンディから取ったの？違います。ただのあのフグから？猛毒のフグから？そうそうそう。魚シリーズなんですよ、うちの猫。サバ。自虐でしょ。サバ。うん、サバ、コハダ、フグ。サバ、コハダ、フグ。コハダは一瞬だけ預かって、あの飼い主が見つかったんでっていうやつ。フグの後は？次飼おうとしたら。飼おうとしたら。鈴木。鈴木いいね。平正とかでもいいけど。いいね、そういえば、シティ界のなんか事務局のも。なんかサバ子だった、恋子だった、あゆみか、いるよな、出世魚です、いるまあまあこんなシティ会ですよ、はい、こんなシティ会です。さっきのあの千葉から来た、はい、あの内藤理事長はまた、うん、事業所を持ってまして、はい、はい、ビット、はい、ビット、ありがとうございます。ビット、あのビット、ビットコインのビット、はい、まあそうですねビットコインが早かったんじゃないの、ビットが早いんだもんな。ビットが早いですよ、ビット、おかげさま20年ですか。20年、はい、ビット何屋？看板屋です。看板屋、うん、だからあ、つけましたよ私、FM ギノワの。あ、そうなの？ですか、この外のやつ。そうなんですね、外のつけたそうその説は、その説はお世話に、はい、ありがとうございました。某あのファストフード、あ、ファストフードじゃない、某なんていうコンビニ、はい、でピッピのほら発売してたじゃない、はい、コマーシャルも最近までやってたけど、はい、あのピッピの名付け親ですか。あ、そう、あれもう終わったんですか。終わった。あ、そうなんだ。放送は終わった。ああ、テレビ放送は終わったけど販売はあれ5万本、5万本多分相当反響あるらしいよ。うん、すごいよな。で名付け親なんですか。ピッピ、ピッピっていう、だから今ピッピシリーズよ。ピッピの酒場もあるし、はい、ピッピのご飯もあるしね、うんうん、だからピッピの何かで全部制覇しようとしてるんだよ宮国。おピッピのなんとか、これ何ピッピの、あの長靴下ピッピから。そうです、うん、だからなんかキャラクターも書いたじゃん、書いたんですよ。そうそう、キャラクターもあるんですよ、長靴下ピッピ、この三つ編みやってやってる、だそういったデザインもやってるんだよね。やりました。デザインやったり、はい、このデザインを生かした看板を作ったりっていうのを、だからここの、はい、FM キノアの、もしかして君のデザインか。いや、これは
確か持ち込み、なんかロゴマークっていうか、あのマークが決まってて、はい、あのオープンのマークが、じゃあ面白くなかったの仕事的には、うん、面白くなかったの仕事的には、そんなことないですよ、私がなんかいじりたいのにみたいな、そんなことないです、何この音符って、この音符いびつとか思いながら やって作業、最近でもむしろもうデザイナーさん入稿してくださいの方が助かるみたいな感じで、そういう、じゃあそういう、まあ、持ち込みのデザインでもできるし、はいはい、こう考えて作ることもできるっていう、うん、カンパニアさん、まあ、彼って彼女のセンスだな普通に間違いないセンスでな、はい、ありがとうございます。で、副理事長中田光君、私三輪木工所の中田と言います、うん、三輪木工、はい、三輪木工、あの三輪シャッターと同じ感じ、はい、漢字は一緒ですね、漢字は一緒漢数字の3人平和の輪で三輪木工、はい、ちなみにどういった、うち木工所なので、まあ、住宅の襖障子、うんうん、あとはキッチン収納とか靴箱とかテレビボードですね、はい、あと店舗のカウンターもやるんですけど、自分もあれ作りました、えあなんだいろいろいろんなところ、はい、FM ギノアンの FM ギノアンの時計の下の台は、はい、あれはなんやかんやってなんか入ってきてるね、いろいろちょこちょこ君たちいろいろあれは、はい、自分も作りました、すごい、まあ、2人ともアーティストですよ、はいはい、すごいお世話になってお世話になってます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、その他にもなんかゴルフのパターンも作るんだよそんな、うん、はい、気持ちが伝わるゼログラムっていう軽いの、そうそう、幅広いですね、うん、プロゴルファー猿って言って、はい、昨日クラブを持って、はい、漫画があったんだけど、はい、もうまさにそれよ、木で作ったパターで、あれどうなの、あれですか、うん、受け狙い半分以上なんで、うん、なんか本物に近づけるように言う先輩もいたんですけど、うん、重り入れてどうこうとか、うん、そういう人はもうちゃんとゴルフ屋で買えばいい、あなるほど、あくまでもうこれはまあ、ギャグというか、ギャグの一環としてでやってるのに、そこに正確性とかを求めるなと、はい、求めないでいただきたいですね、うん、うるさいぞと、もう買えばいいじゃないですか。あげなりき、あげなりきさんが違うな。こじめはだいぶ不正手を鍛えて。あげなりきさんが言いそうじゃないか。いや、りきさんにはパターン。あげなりきさんといえばさっきの猫の話よ。あ、猫、はい。りきさん、猫。りきさん番組持ってるぞ、はい。あの人ね、あの人の、まあ、リスナーもいるかもしれないで。はい。言うけど、あの人、あの体だよ。なんか。うん、サイみたいな体してるじゃん、うん、でいつも外出するときにはアメリカンフットボールみたいな格好してるし、そうそうそう、いつも、はい、いつもあれ軍払い先にしか売ってないからね、あれ人が着れるのは、うん、あんな体しててよ、はい、めっちゃ動物愛護かっていうか、そうなんですね、カメ飼ったり犬飼ったり猫飼ったりして、で猫ね、何ちゃんでしたっけ、ミミちゃん、あ、ミミちゃんだ、ミミちゃん、うん、あのね、公衆ラーメンの石川さんという人からね、はい、子猫がいっぱい生まれたから誰かもらってくれんかって言って、うん、で子猫、あ、かわいいって言って、もうミミちゃんって名前つけてめちゃくちゃ可愛かったのよ、はい、で、ミミちゃん、ミミちゃんと育てて言ってたんだけど、うん、猫ってほら自由気ままじゃん、うん、首輪つけているわけにはいかないから、家にいても外出て行ったりなんかして、で突然どっかのオス猫と仲良くなって交尾して、うん、交尾っていい響きだな、交尾して公共放送ですよね、ラジオ、交尾して交尾して、で赤ちゃんができてしまうと、うん、ほらまたこの子猫を里親ださんといけないじゃん、だから、はい、じゃあ避妊手術しようということで、うん、病院連れて行った、うん、で病院連れて行って、ああ分かりましたって言って、しばらくしたら先生が本当にもう真顔出てきて、うん、アゲナさんって言って、もうアゲナさん、あ、手術失敗したんだと思って、アゲナさん、ミミちゃんオスでしたよ本当、そう、本当ですか、本当本当、だからあれ避妊手術が去勢手術になったじゃあ分かりました、金玉取ってくださいマジで、そうそうそう、そんなこと、だって見た目でメス猫って決めつけたアゲナさんが悪いだろ、子猫かわいいかわいいからメスって決まらんだろ、オス猫でもかわいいだろ、そこにミミちゃんって名前つけて勝手にメスって思い込んでるアゲナさんがおかしくないか
仲良くなった猫同士が遊んでただけ。そう。もう虚勢させた。ミミちゃんオスですよ。ミミちゃんオスですよ。これあのアゲナさんの番組の時に言ってね、ミミちゃんオスだったらしいですねって。交尾を垂れる稲穂かな高坊さん最高です。はい。すごい。で、はい、本題。あ、はい、ハーリー大会、はい、あるんですよね、うん、ちょっとね今、はいはい、あの光の方から移します。大きなポスターが、ね、5年ぶりです。イギノアン羽衣ハーリー2024 7月7日日曜日です。これギノアンコーマリーナ知ってるよね、皆さん、はい、コンベンションセンターの隣にあるマリーナです。はい、はい、三栄コンベンションシティの真向かいにあるマリーナで、開催されます。これ何チーム？あ、40チーム、はい、です。40チームです。はい、で1チーム15名でこのハーリー戦を漕いで優勝を競うと。はい、漕ぐのは乗るのは11人です。11人、4人はサブ。サブ。サブ、あ、はいはい、登録15名です、ね、じゃあこれ何、どんな形式なの、トーナメントなの、どんな感じなの。これはですね、タイムレースです。タイムレース、はい、皆さん1回全員1回やって、うん、その中から早いチーム上位で決勝、うん、準決勝決勝みたいな感じでやります。じゃあ、勝ち進んでいくと3回とか4回とか、優勝する人は3回、優勝するのはもう決勝まで上がるのは3回こぐんだね。はい、そうです。じゃあ15名がのうちでやったら交代しても可能。大丈夫です。あ、なるほどね。11名がこいで4名はサポートで次の試合に出たり休んだりとかするのをこの4人で補うと、うん、あ、面白いね。船は12人乗りで1人舵取りがいて、うん、はい、で漕ぐのは正確には10人、10人1人金打ちです。あ、あのカンカンやる人、カンカンっていうやつね、はいはいはい、あれ重要だよ。うん、あれ重要。一応15名まで登録なんですけど、うん、11人いれば、うん、あの申し込みは可能です、うん、なるほど。どうしても集まらないとか。これね、結構参加チーム殺到してるらしくて、はい、もうあのですね、実は、6月7日から募集始まったんですよ、はい、6月7日からね、うん、始まったらもう結構もう前々から聞いてる人たちはがもう入ってきたんですよ、うん、でまた情報が行き届いていないのでまだ空きがあるっていう状態ですよね、はい、まだ空きがある状態なので、はい、ぜひですね、受付はスーパースポーツゼビオ、はい、ゼビオで、はいはい、コンベンション、センターの斜め前にあります、はい、スーパースポーツゼビオさんの1階受付かな。そうです、はい、1階受付、レジカウンターの端っこの方に、うん、あの看板が出てます。あ、ハーリーの受付という、はい、あ、出てますね、はいはい、そこで、11時から18時の間です。18時以降はちょっと受付できませんので、はい、11時から18時の間でスーパースポーツゼビオの1階のカウンターの方で、はい、受付してください、はい、これ登録料として参加費が1万5000円出ます。1万5000円だから1人1000円、1人1000円で、うん、15人となんで面白いよな、はい、やりたいでしょ、うん、漕ぎたいでしょ、勝ち負け別にしても、うん、漕いだことないので、ない、はい、うん、やってみたらどんな感じ、ものすごい楽しい、楽しいですか、うん、楽しいよ。あの糸満でやってるハーリーが終わったでしょ。あ、はい、そうそうそう、あの青年たちが、筋肉流々の青年たちがもう1年かけて練習してる、すごいみたいですね、うんうん、あんなじゃないと思う。あれは、うん、あの人たちは本当に本当に優勝することをやって、はい、うん、もう仕事が終わって、あの筋骨隆々の青年たちが仕事終わって夜から港行ってもう漕ぐ練習したり、はい、うん、あの筋トレしたりしている人たちのレースとは違うでしょ。ちょっと違う、ね、そのイメージだったら俺できないよ。そうですね、まあ、糸満でやられてるのとか、まあ、各地有名なハーリーレースあると思うんですけど、うん、それ結構名誉をつかみに行く、うん、結構本気レースじゃないですか、うん、まあ、本気じゃないわけではないんですけど、うん、もうちょっとあのフランクな感じで、はい、参加していただければなと、はい、なんかね、普天間基地の方から連絡あって、うん、出たいということでありまして、ぜひぜひ、彼らは絶対狙うからね、うんうん、ぜひ、もう、あ、もう、はい、何、自衛隊からも来ますよ。
本当？自衛隊と自衛隊と米軍で戦わす？なんかいろいろ問題が消防団、消防も元消防もいます。消防団も、消防、はい、じゃあ結構なんか強めの人たちもいます。ね、うん、あれあったんですよ。もう今も中止になったんですけど、はい、今、一昨年までかな、うん、正月に、宜野湾一周マラソンがあったんですよ。はい、ありましたね。もうなくなったんですけど、はい、あれ。消防も出るんです、うん、消防 A チーム B チーム出て、うん、で、米軍もチームが出るんですよ、いつももうお互いライバルし、どっちかが1位2位なんですよ、いつもそのことをするんです、本当だからそのぐらい戦ったんで面白いかもしれないな、あ、じゃあちょっとね、自衛隊、消防、米軍普天間基地面白い、あのそれこそ国旗掲げてな、いいかもしれない、あんまりあのね、いろいろ問題はありそうなことはちょっといやいや避けたいなあのだってあれだよ、あのワールドカップみたいなもんよ、 国の威信をかけて戦うわけよこの人たちだけ、そんな感じでしたっけ、そうすごいですね、なんか宜野湾市で君が代歌ったりさアメリカの国歌歌ったりさ、はい、面白いんじゃない、うん、そういうセレモニーして、国家と国旗も準備しとかっていけない、持ってきてくれと、あの米軍はめちゃくちゃでかい国旗があるの分かる、あめっちゃでかいの、すごい、あれサイズ何で決まるんですか、大きい日とちっちゃい日ありますよね、うん、あのね、あれは、祝日とかにやるんだけど、あれね、あそこあれをリージョンのあれ、普天間基地とかでもやるんですけど、うん、交代式とかってあるときに、うん、ユニックじゃなくてあれなんだっけ、普通にこうやってボン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 伸びるのこれなんだっけ、クレーン、クレーン、クレーン、でっかいクレーンが2つあって、このクレーンに吊り下げてやったりするわけ、この縦にでビラヒラヒラヒラしにかく、クレーンで、そうそうそう、クレーン 2台でね、はい、あんなことやっていい、はい、いいらしいどう、ジュン、まあ考えましょう、面白いかもしれない、はい、でこれね、ハーリー大会、はい、これ優勝したら何、優勝しただけで終わる、なんかあるんですか、あ商品もあります、商品ある、おお、ホテルお食事券等、すごい、はい、すごいね、これ何、ラブホ、違いますよ、違う、ラブホでラーメン食べてくださいみたいな、いや昔あったじゃない、よくラブホでカレーとかラーメンとかありましたね、な、はい、ラブホのカレーとかラーメンとかなんで美味しいのかな、あれなんで、どうした後とかじゃないですか、どうしたんですかね、500円とかなんだよ、だから万別嫁さんが聞いてるとかだったら、なんかあんた誰と食べたのって話、いやもう嫁さんと食べたの、お前忘れたのかって嫁さん、よく友達とかで行くんだよね、高校の時なんか、うん、友達と一緒に行くわけよ、10名ぐらいで、うん、10名で泳ぎに行くでしょ、はい、僕らの頃ってちゃんとしたビーチって少なかったから、うん、普通にこの辺で泳ぐわけよ、泳いで体洗うとこがないからそのままラブホに行くわけ、みんな、うん、でラブホでシャワー、だって2時間休憩1500円とかだからな、うん、で1500円で1人だったら300円とか払って、ね、でそこに入ってシャワー浴びてラーメンとかカレー注文するわけよ、安いわけよ、400円とか500円とかだから、はい、でそれを注文するんだけど、お金払うときに、怒られるわけよ、電話して、はい、もしもし、あーラーメン注文したんですけど、ラーメン5つにカレー3つ、あんたち何名で来てる、でも来てないんだよね、ラブホ2人で行ってください、来てくださいっていうのは書いてないからね、書いてはないですけど、ラブホの話はいいんだけど、じゃあそうですよ、そうそう、ホテルのお食事券、ホテルのお食事券、はい、ホテルというと、まあ、宜野湾市のホテルだな、はい、そうです、宜野湾市の有名、はい、超有名ホテルがありますんでね、はい、たくさんあるんでね、うん、まあ、そのうちの何軒かの食事券、はい、いいね、ちゃんと人数分あります、あ15名登録の、すごい、はい、ホテルの食事って1000円とか2000円で食べられんからね、食べられないですね、うん、だからこれを楽しんだ上に、一人1000円払って楽しんだ上に勝てば食事券あるからね、でトロフィーなんかもあります、お、トロフィーもこの辺で売ってる、トロフィーなんかチャッチやつ、スーパースポーツゼビオでスーパースポーツゼビオで飾られます、か飾られる、飾られます、そう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 、すごい、ゼビオに飾られるんです、ね、これじゃあ、はい、来年の2025大会まで、うん、ゼビオでこの、はい、名前が称えられると、はい、チームなんとかとか、
そうです、そうです。あ、いいね、すごいですね。 FM 機能どうなの、ね、FM 機能案できますかね。15名ですか。だからあの FM 機能案で、FM 機能案でリスナー募って、はい、あ、今この番組出てんだよ、F、チーム FM 機能案で出て、はい、タミーさん、高坊さん出て7月7日タミーさん今年の9月にイートマンで全部祭りが予定されてますよ。全部祭りって言うんじゃないですか。全部祭り、そうなんじゃないですか。ハーリー、エイサー、旗頭、おお、全部祭りって言うんだね。へえ。あと数箇所の漁港が出店を出すそうですよ。最後は花火。イートマンから、イートマン、いいよ、イートマンの情報はタミーさんいいよ、タミーさんぜひ宜野湾にね、この、はい、でもいいですね、このこの番組の多分、はい、リスナーって2人ぐらいだからいや、そんなことないですあの他の番組のリスナーさんとかさ、はい、もう、うんうん、ぜひあの、はい、チーム FM 議論で組んで、はい、出ないかな、ぜひぜひお待ちしてます。ちょっと一回募集してみたいですね。募集今しよう。あ、今じゃ今しましょう。山内一郎、山内一郎、あの詳しくは山内一郎に、はい、詳しくははい、ぜひ、うん、お問い合わせ。FM機能案にもポスター貼ってるので、はいはい、ぜひあのこれを見てもらって、15名集めて、うんうん、はい、集まったらすぐ、はい、これちなみになんかこういう人みたいな条件はあるんですか。なんか 年齢とか、山内さん了解しましたって言ってました、って今、うん、コメントで、うん、なんか条件っていうか、あの、ね、あのこの人ダメよとか、男女とか、例えば入れ墨禁止とかあるじゃん、あれ入刀か。あ、そうですね、そのお風呂の話なので、タトゥー俺もあるんだよ、実はタトゥーああ猛虎飯って言うんだよ。猛虎飯は大丈夫です、大丈夫、猛虎飯大丈夫、はい、そろそろ老飯じゃん。あ、老飯そうそうそう、老飯何か何でしたっけ。 あの漕ぐ人、中学生以上でお願いしたいなと思います。 あまりちっちゃい子のはちょっと厳しい、はい、中学生以上で、はい、ただ金内は多少小さくてもいけるかなという。あ、なるほどね、ちゃんとあれよね、ライフジャケットとかは着、ライフジャケット着ます、ね、ライフジャケット着るからね。これもレンタルで、ちゃんとレンタルというかそこに用意されてるので、うん、参加するには1万5000円とやる気と体力、はい、そうですね、だけあれば、うん、あ、はい、生年月日、あと生年月日、保険入りますんで、ちゃんと、あ、なるほどね、はいはいはい、生年月日がちゃんと言える人、そうですね、じゃあ女性とか年齢不詳、あ、そうか、年齢どうするい、あのなんかこんなの なんとかハラスメントとかならんか。あ、そ、えちょこう今までの内容でなんとかハラスメントの話じゃないんですかそうだよね、俺の話で大丈夫だから、これ大丈夫か、うん、そうじゃない、大丈夫です、ね、そうです、一応保険のための生年月日なので。そうだよね、だってこれも、チームなんとか何月何日生まれって言わないもんな、言わないです、あくまで内部情報で、はい、これは保険会社に提出して、はい、で、この大会が終わったら破棄されるということなので、はい、個人情報の流出等は全然心配ないので、はい、ぜひ、はい、今ちょうどツイキャスの中で山内さんがタミーさんにあの直接、うん、確認をしています、タミーさん出れるということで返事がありません、うん、タミーさんちなみにどこの人。タミーさんうるま市、うるま市、うるま市の人は糸満行っちゃいかんよ近い近い、こっちの方が近い、こっちの方が近い、こっちの方が近い、糸満なんか、糸満なんか本気集団だよ本気集団、多分、あ、この電波糸満まで届いてないので何言ってもいい。チャタンはチャタン、チャタン、チャタンはもうほぼ聞こえます、聞こえるから、ね、チャタンの人もぜひ、はい、今週末チャタンハーリーが今週ですよね。あ、そうなの、はいはい、行くか、視察しに行きます、行きます、行く、うん、だあのいいとこだけ盗んでこうなそんなチャタンにお住まい あのトロピカルスクリュードライバーさんから、はい、メールが来てて、はい、昨晩の雷実は近くに落ちました。昨日チャタン、チャタンの方なんですけど、また近所が土砂崩れで深夜に警察が、いいだけど避難を追ってきました。皆様は大丈夫でしたか。あ、じゃあ大体分かってきたぞ俺、うん、トロピカルスクリュードライバーさんのお家土砂崩れがあるって言ったらチャタンでもあの辺だろ。そうそうそう、ね、あの辺だろ、ジャーガルとかあの辺だな。みんなが今頭の中に思い浮かぶ。すごいお家なのよ。すごいすごいお家。あのお家、家に、家の屋敷地内に竹やぶがあるの。竹やぶ。すごくないか。竹やぶといえば
千葉のお母さんからしょっちゅうタケノコもらうよな年一に、はい、なあ、はい、絶対俺たちにはあの届きましたおいしかったですみたいなこれからアク抜きしますだけで言って召し上がれって言わないよな人気商品なんですよあとちょっと賞味期限が短くて賞味期限とかがあるんですねそう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 美味しく食べれる期間が、うん、ねだからこれぜひあの、はい、まあでもね、はい、20チーム40チーム、はい、40チームなんですぐ埋まるよですよね、うん、おそらく分からんけど今週いっぱいどんなかなとにかく早、はい、早め、ね、早め早めがいいと思いますあのスーパースポーツゼビオさんあの電話での受付はしないよねはい、うん、あ直接問い合わせは問い合わせ番号はあります私あこれいいのいいですよはいこれ言っていいですか、いいですよはい お問い合わせは一応ポスターの方には出てるんですけれども、うん、あれ電話番号言っていいんですか いいのこれだってポスターに書いてるから言わない言わない090-1084-5188内藤です、はい、これは、深夜3時まで OK なので、はい、常識の範囲内でお願いしますでもお問い合わせ電話いっぱいいただいてるんですよ結構来ますのでなんか彼氏いる付き合おうとかっていう人はいない残念ながらいない、はい、いないのか個人的な問い合わせ、うん、でもねあのあれ俺一回ね僕とね君らも知っている OB 会の比嘉成幸っていう人がいるんだけど、はい、あれと僕で中学校の同窓会の幹事をやったんですよ、はい、で沖縄の同窓会とかってよく横断幕でしょ携帯入ってますよね、うん、でお問い合わせって俺の名前と成幸の名前書いたわけよ、うん、何日かしたからこの名前のところだけカッターでバッテンに切られてる怖っ俺なのか成幸なのかそれともどっちもかなやだー、うん、ポスターチェックしてもらうちょっと怖いバッテンで切られてる怖っお互いにうん俺じゃないお前だよって思ってるとばっちりだよって思ってるでもそんなことしないでくださいあのぜひ常識の範囲内で、はい、あの、はい、お問い合わせしていただきます、はい、じゃあ1曲、はい、曲かけてそのまま CM に行きましょうあのね夏の海で言えばずっと僕これなんでこれかけてほしいどうぞ以外では聞こえないですね。は？これ以外では聞こえないですね。あ、そうそう、はい。このヘッドホンから聞こえる音楽は。羽衣祭り、はい、今、オフ？あ、オフです。
タミーさん、はい、出るって出れるって山内社長が聞いたら、はい、体力に自信ないですっていう, あともうアンサーが来ている、はい、どうですか体力はやっぱこれ神さんにも言うんかな神さんがねえタミカズタミカズタミカズとかって言ったら今日、うん、体力に自信ないですとかって言うのかな、まあ、どうでしょう、ね、そんなのもあるんかな別に体力そんなにない、うん、大体体力自信僕もないですよ人いっぱいいると思いますよんいっぱいいるいっぱいいます何が体力に自信ない人、うん、初めて乗る人とかああそうそうそうその体力バキバキの人が来るわけでこの写真にも載ってるけどみんな楽しそうに声出るじゃん、はいね、上の人なんかもうバカみたいにただ楽しんで笑ってるじゃん見てごらんなんか商工会青年ですねタヌキみたいのもいるで、はい、タヌキもいますねタヌキいるなでつむじがないのもいるよ商工会青年部のいいね、はい、つむじつむじ、はい、つむじ沖縄でマーチューって言うんだけど、はい、がない人がない人っているんですね俺の友達同級生、はい、ユーチマーチューがいたんだよ沖縄の、まあ、方言、うん、沖縄の方言っていうか沖縄のことわざで、はいうん、ターチマーチューはうまくって言うんだ聞きますね、うん、ユーチマーチューユーチマーチュー相当なでこいつノーマーチューノーマーチューなんだけどめっちゃうまくるよな、はい、なあターチマチューだってタミーさんターチマチューターチマチューあターチマチュー枠でじゃあ出ましょうサーリーにねターチマチューはもう出ようどういうことあうまくだからもううまくうまくは出よううまくは出るでも楽しそうだなみんな和気あいあいとしてるんですよさっき光が中田副理事長が見せたポスターにもあるんだけど、うん、あれもう一回めちゃくちゃ皆さん楽しそうにだからはい、ねえ死に物狂いの顔一人もいないでしょ見てごらんあ本当だこの後ろ一番後ろにいるのがこれがタヌキですね、はい、車屋のタヌキその前にいるサングラスの男がこれがノーマチュー、つむじがないんですで光るも映ってるなこれなはい実は光るも映ってるな、はい、もいますよ領事官もえ領事領いますよ領さんあ領吉村あ吉村亮えあ亮さん写真いつまでも声がインフルエンザ亮さんもうちで番組やってて結構リスナーさんも多いんですけど、うん、亮ん生きてるのか生きてます、ね、長いこと見たことないあそうですかうん元気ですよよかったよかったはいまあそんなこんなでうんはいハーリーぜひ、はいはい、もう決まりよタミーさんは絶対タミーさんも参加参加でタミーさん一人でも二人でもいい誰か友達誘って二人いるんですか、うん、いやタミーさんが例えば友達とか彼女とか奥さんとか彼女とか奥さんとかまずいなあちょっとやばいまずいな危ないですねな危ないなどちらかでまあ彼女か奥さんかどちらかも危ないだろう奥さんがいたら彼女がいたらダメだろうぜひ奥さんを連れてきてくれ奥さんあ彼女とタミーさんが一緒にこいでる時にでこから奥さんが頑張れとか転覆してしまえとかっていうのタミーさんねぜひ、タミーさんも、はい、あとスクリュードライバーさんもあぜひで高保さんもねコメント来てたので、はい、あと変態なんとかバーバーやってるやつバーやってるバーやってるやつまあいいよあ ドラじゃんドラでもいいんじゃないですかとにかくチーム FM ギノワンで15名作りましょうよそうですそうです、はい、でもよし、はい、じゃあチーム FM ギノワン、来週木曜日には絶対にまでには、はいそうですね、絶対に登録するということで、うん、木曜日まで空いてるかな15名足し台そうですとりあえず先着僕は1万5000円立て替えておくんでもう申し込みしとくしときます。しときますか。はい、山内社長、はい、いいかな。俺申し込みしといていい。7月7日。はい。でもちなみに7月6日に前日、うん、FM ギノワン上で夏祭りをやるんですよ。うん、おいいじゃん。はい。その勢いで。あもう酔っ払ったらもう船酔いもしないで。お酒飲んでから乗れないですね。あの
そうアルコールはちょっと、うん、あの、はい、飲んでる人はダメですよ。でも前日まではいいんでしょうか。前日はいいです。前日それでちょっと前に酔った状態ではダメですよ。はい、うん、お酒はじゃあちょっと抜いて、はい、はい、まあ、あの前夜祭やってもらって、うん、前夜祭やって失礼だ、当日だった当日頑張る。そうそうそう、あ、いいかもしれないですね。そうです、前打ち上げを。15人集めるのは支出ですかって。11人いれば大丈夫です。11人いれば大丈夫、うん、いれば。まあでも11人が決勝まで行くんだったら3回11人で誰も交代できないから、なるほど、ガラス間がい、めっちゃ頑張らない、けいれんしても何してもとにかく出るんだよ、はい、例えば満たなければもう怪我して何とかして8人になった場合、8人でも OK、うん、もう何とかします。何とか何とか、あ、じゃあその代わり、そ、じゃあ足りないのは俺たちが入ってから、アメクさん、そうそうそう、アメクさんが出ます。アメクさん、はい、あのハンデ戦で、体重100キロがボンって乗る。まあでもとにかくやりましょうよ。はい、あ、11名、はい、ありがとうございます。ここ見て10名、1名が うん、ドラ、仮打ち。はい、で、あの舵取りは専門家がやってくれるんだよね。はい、大丈夫です。はい、舵取りはね、あの、はい、難しいので、はい、どうしても僕、いや、僕舵取りまでやるよっていうのもたまにいるんです。それは OK です。はい、OK ですよ。でも舵取りはちゃんといるんで。やってくれるってことですね。はいはい、経験者がいらっしゃるんであれば舵取り自分たちでも大丈夫。はい、大丈夫。ただターンできないと困っちゃうので。なるほど。うん、もうそのまま行ってしまえ、はい、ずっともう港からも出てずっと。もうチービシ狙い、ね、チービシ狙いで行くとかさ、そういうのはダメ。ダメです、ね。ダメ。ダメ、あの、すぐ海上保安庁に捕まります。そうそうそう、多分出た瞬間に果ててると思う。で、多分 FM 宜野湾のこの、まあ、パーソナリティさん、リスナーさんで集まるとおそらく初心者が多いと思うので、はい、全然大丈夫です。でもそこら辺安心ですね。この舵取りさんちゃんとついてくれるとかだったら、はい、なんか一応出走前に、うん、あの、まあ、の単純に初心者の人は乗り方もわからないじゃないですか、うん、エイクの、はい、エイクっていうんですけど、回、うん、これの持ち方とかがわからないと思うので、はい、それのレクチャーみたいのは現地でやります。あ、なるほどね。この椅子並べた状態で、はい、まあ、あの乗る順番も決めてもらって、うん、そこで、うん、で、あの、いいですね、漕ぎ方の練習あるんで、うん、初心者の方でも大丈夫。はい、おー、なんかネットニュースで見たんだけど、うん、中国かな、あ、ネットニュース、テレビでやったのかな、中国で1000人だったかな、2000人だったかなの船こいだギネス記録が出るって言って、2000人かなんかが漕ぐわけ、大きい船作ってギネス記録に登録されたわけよ。昔の琉球の時の船みたいな、あんな感じで、めっちゃ長いよ。いや、なんかもうエジプトとかのなんか、そうそうそう、ね、あれ目指そう、神話みたいなやつ、ああいうギネス目指そう、ギノアハリーで何か船作んないといけない、船作らないといけない。だってお前ビットとミワモッコがいたら何かできるだろう。ふた、なんかタグ組んだら船ぐらい簡単だろう。200メートルぐらいの船。いや、そう、頑張ってみます。前向きに。前向きに検討します。なんかギネスに挑戦しよう。ギノアハゴの周りで。デザイン。そしたらギネスに認定されたら、世界的にギノアハゴの周りがすごいことになるよ。そしたら、お前、内藤なんか、お前、はい、内藤さん、めっちゃいいな、内藤さんのお家酒飲みたいとかお風呂入りたいとかって思ってる人たくさんいるかもしれない。吉行さんだけですけど、この人お家作って、はい、立派なお家作ったんですよ。 お祝い行ったんですよ、はい、お風呂場が浴槽あるでしょ、はい、大体お家、うん、アパートとか浴槽あるけど、ね、大体シャワー、浴槽に入ってシャワーじゃん、はい、うん、こっちのもうね、悪夢、こっちのね、悪夢、足伸ばせる、悪夢、悪夢、足伸ばしてゆったり、だから本当に足伸ばして、信じられない、信じられない、いうお風呂が本当にすごいなと思って、勝手に入ってるんですよモアイの方々をお家呼んで、でご所、まあ、お披露目じゃないけど、やったら、はい、油断したら勝手に風呂入ってるんですよ。いや、それ見てしまったらね、新築のお家に、一応一人暮らしの、まあ、一応女性のお家にですよ、うん、お風呂、おじさん裸で入ってるんですよ信じられない、あのね、がっつり入ってた、がっつり入って、登山家がそこに素敵な山を見つけたら絶対登るのよ山があったから、絶対それと同じような心境なのよ。もうね、出禁ですよ、出禁、そのぐらい当たり前で、であのね、ベッドがあるわけよ、ね、ワインカラーのなんかシーツみたいなの書かれてベッドがあるわけよ。そこをプッて見たらね、はい、マジ悪夢ですよ。あげな力が寝てた酔っ払って寝てた、やばい、最悪、最悪です、すごいですね。この昔
M よし M のるっていう方もなんかお前の家の人んちでみんな勝手に風呂入るんですよ。洗濯機で洗濯までしてたみたいよね、あれね。なんかしなきゃでっかおじさんのパンツ私が干さないといけないことになってたんですよ、うん、そんな、うん、あの寛容な心を持っている内藤理事長持ってませんから。あの花火もね、もう米軍基地の花火なんかも綺麗に多分見えると思いますよ、こっちの家の屋上から。あ、見れないんですよ。あ、見れないの？お家の線で。山で。だからお家の線ではいいんです。あ、いいのか。あと、あんまり詳しく言わないで。お前、電話番号さらしといて詳しく言うなっていうのもあるよ。電話はほら、いいけど。はい、この電話は、この大会が終わったら自動消滅するそうです。はい、この大会限りの、はい、電話番号、はい。はい、そうなんで。はい、あのもう大会が終わったら電話しないでください。はい、そうですね、はい、看板のご相談なら、うん、はい、ところでよ、はい、ベスターズ今絶好調だわけ。今日ベスターズの話一つもしてないです。ハリーのために時間差ありがとうございます。お家には入れませんけど感謝しております。あ、お家には入れませんけど、ね、入れませんけど、そうなんか、あの俺猫だと思ってみ、ダメですね。猫として入る、うん、ダメですね。うちの兄貴も猫好きで、家最近改装して、うん、猫用に改装して、うん、あ、そうでしたね、うん、そうだそうだ、そうそうそう、なんか通り道とかありました。そうそう、上にもこうやってキャットウォーク、キャットウォーク作ったり、本当のキャットウォーク作ってなんとかやってて、でかい猫なのよ。なんかね、このぐらいあるよ、山猫の一種みたいな、かトラ模様入ってる。わかる？アライグマなんじゃないですか。あのね、なんていう種類なのかな。このぐらいでかい、めちゃくちゃ本当に山猫、うん、あれもともと多分原種は山猫だろうな。で、トラみたいな筋が入ってるわけ。シマ模様。こんな大きいの。タイガースの話はよくて、ベイスターズ。今日もまた6時から試合があるんですけども、ね、はい、ZOZO マリンでね、はい、彼女のふるさとの千葉、はい、もうふるさと捨てたんだよな。でも私が千葉にいる頃はロッテ千葉じゃなくて川崎だったんで。じゃああんまり川崎球場思い入れは男金田の川崎球場でした。そう川崎球場って、まあ、あの神奈川なんですけど、うん、はい、その時はもう川崎球場で、うん、もちろんあのあれですよ、ベイスターズも太陽ホエールズ自体もともと山口県だからね、うん、山口県にあったからね、はい、そうなんですよ、うん、あ、練習、ごめんなさい、練習日は設けてないんですよ。そうなんですよ。でもう一発本番、はい、だから言ったさ、はい、本気じゃないよって。楽しんでいただければな。だから出たとこ勝負のハーリー大会、はい、だからあのお家で練習できるじゃん。みんなで集まって、友達でモアイで集まって、あ、はい、あのリズム合わせたりとか、それこそここでやってもいいってことですよね。そう、うん、やっていいし、でお家のお風呂水溜めて、あ、内藤の家のダメです、ダメですあと入れません、十分こうやってあの水圧のこうやって入れないですか、そういったのとかもできるしね、楽しいかもしれない。でもこういった練習は、うんうんうん、全然あのその場での練習はできません、はい、うんうん、はいはい、でも当日こうやって、まあ、レクチャーはありますんで、はい、っていうことですよね、うん、糸満ハーリーなんかの練習は自分たちでいろんなところ手配してやってるみたいよ、うん、あれは実際あの借りて、ね、玉木線っていう、はい、コンベンションセンターの館長さん、うん、もうこの前出てるんですけど、ムチューバーリーに出てるんですけど、うん、その練習もしてて、はい、一生懸命練習したけどやっぱり勝てなかったって言ってました、はい、だから練習しても勝てないのは勝てないので練習しない方がいい。しない方がいい。しない方がいい。はい、ここでトロピカルスクリュードライバーさんからあの、うん、ちょっと訂正のメールが来ていて、うん、私が住む場所はあのニュースで報道されてたところとはかけ離れている、うん、小規模の土砂崩れはあちこちであったということです。特定されたくないんだな、お家、うん、普通そうですよ。そりゃそうです。でもね、あれ言って竹林があるというところでノーワードで探せば、はい、行けると思うよ。これいつか行くからね。いつか訪ねます。いつか行くからね。だってトロピカルスクリュードライバーってお風呂に気をつけて。トロピカルスクリュードライバーってなんかプロレス技みたいでかっこいいよ。強いやつだと思います。ベイスターズの話はよ。ベイスターズの話、今日もマリンってあるんですけど、はい、うん、今ね、借金に、はい、借金になんですよ。で、この借金になので、今日は勝って明日も勝てば借金完済して5割に戻るんですけど、はい、でも借金にって言ってもセリーグは1位が今広島東洋カープなんですね。カープと
ベイスターズのゲーム差が4つ4ゲーム差しかない、はい、で最下位のヤクルトでも6ゲーム、うん、6ゲームの中にあの6チームが入っているのでどこがまだ優勝するかまだ半分もいってないので、ね、うんうん、分からないんですよ、はい、分からないですよ。ところどころどっこいパリーグよ、はい、ソフトバンクぶっちぎりで貯金20ぐらいあるんですよ。貯金20とんでもないわ。貯金20だよ、はい、で2位が今日本ハムなんだけど、うん、2もう日本ハムとの差が7ゲーム、はい、セリーグは1位と6位の差が6ゲームしかないのに、うん、1位と2位の差がもう7ゲーム、うん、西武一番最下位が6位の西武なんですけど 21.5 ゲームからもう今でそんなに差が出る。西武ファン大変だと思うよ。あのプリンスホテルってあるでしょ、はい、プリンス系って西武なんですよ。西武なんですね、うん、機嫌悪いよ最近しかもあのこの前も来てた近宗さんいいでしょ、あの人西武担当だったんですよ、昔球団担当だったんです。だから球あのあだからそうそうそう、あのあれとチームの事情も全部今でも知ってるんですよ。だから俺がちょっとおちょくると、うんうん、本気で怒る。本当に怒っちゃうね、ちょっとこう、まあ、いい加減仕事だよって、はい、そういう顔してました。そうそうそう、まあ我がベイスターズ、はい、あっという間にもうあとは1分くらい残すところ、あと1分、はい、じゃあ内藤の家の住所はですね、ちょっと待って、ねはい、あのハリ、はい、ハリの申し込みはスーパースポーツゼビオギノアン店で11時から18時の間、この間のみ受付できます、はい、参加費は15,000円、 1チームで15,000円ですね、はい、優勝にも結構いい商品がありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、はい、ぜひとも皆様のご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、FM ギノアンチームもじゃあ募集しております。ぜひ、はい、ぜひお願いします。山内さんお願いしますよ、はいはい、優勝を目指してみますって、おお、はい、ぜひぜひ、はい、それでは、じゃあ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。